激変する世界であなたは生き残れるか。今時代を突き抜けろ。大前健一とガラポン2000。こんにちは、大前健一のガラポン2000。今週のテーマは異彩が語る日本の教育の行方と題してお送りしたいと思います。もうすでに皆さんねご覧になったように今週はゲストが、おいでいただいております。世界的な建築家でいらっしゃいます安藤忠雄さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。大前さんと安藤さんは大体同年代でいらっしゃるんですよね。安藤さんが1941年生まれで、大前さんが1943年生まれということで、二人とも認めたくないんですでしたか。まあ人志が秘密とは知りませんでしたけれども、なんかお二人ともなんか自由に育ったようなこうイメージがするんですけど、安藤さんどんなお子さんでした、小さい時は。僕はもうあれとまず一つは成績が悪い。そうだったんですか。で、まああのおばあさん育ちなんですけれども、はい、祖母が喜ぶのは運動会だけと。で、あと通知簿をもらう時には、まあ、あんまり 見たくないと。あ、まあ、しかし悪いあの、まあ、約束守って、うん、で悪いことしなくって、はい、それならいいと、はい、あとはまあ自由にやると育ちました。あ、そうですか。クレヨンの使い方がうまかったと違いますか。その頃から例えば絵を描くのがお好きだったとかそういうのはあるんでしょうか。うん、まああの少しぐらいはそういうことはあったと思いますが、それも大したことはないと。大前さんはどんな少年だったんですか。成績優秀、貧困法制本当ですか。嘘です。本当はどういう、どういうって、私九州から引っ越してきたんでね、方言が非常に強くて、小学校の頃はやっぱりいじめられましたね。あ、そうですか。九州からどちらに引っ越して、あの横浜に、ね、引っ越してきたんで、はい、これはやっぱ方言の問題でいじめられた、1、2年、2年3年か、それで4年ぐらいになったらもう、はい、学級委員をやってるぐらいだったから、あ、そうです、そこそこやってたんじゃないですか。あ、本当に、うん、ただあんまり記憶ないですよ、もう昔。あ、そうですか。それはただ母親とか、兄弟によると、はい、先生とよく喧嘩をして、殴り合いもやって、それで、高校時代で言うと、学園内暴力、はい、こういうふうなこともやったやに私は聞いておりますけど。悪い子供ですね、それはね。でクラス会に行くとお前に殴られたっていう人が続々出てくるから、はい、だから私としてはですね、あんまりあのクラス会も行かない。安藤さん殴られたら怖いよ、ボクシングだからね。そうですよね、元ボクシングの選手ということで、うん、安藤さんは例えばじゃあ子供の頃に喧嘩したりとかあったんですか。いやいや、それはまあ、 あの多分一緒のように元気よかったから、あの大いにあったと思いますし、あの近所で、僕は下町育ちですから、はい、あの近所でみんなが大声上げてると言うと、安藤の子供は喧嘩してるというふうに近所の皆さんがぐらいだったと思います。そうですよね。本当に安藤さんは東大で教鞭取ってらっしゃいますけれども、今その教えている東大を見ててどういうふうに感じますか。その生割とね、建築学科は割とまあまあ自由なんですよ。割と自由な学科ですね、はい、まあ少し芸術的な面もあるでしょ、だから割と自由ですけれども、他の学部の学生たちはもうすごい猛烈に勉強しますね。それともう一つは小学校で勉強し、中学校で勉強し、高等学校で一流大学目指して勉強した中で、もうくたくたになってますよね。くたくた、もう意識朦朧として頭に詰め込んだ分だけで通ってくるわけでしょう。だからもう少しですね、余裕のある子供を作らないといけないですね。その知識は確かにありますけれども、知識だけではやっぱり役に立ちませんから、お前さんのように生きる力とかね、こうとにかく見てても分かるでしょ、もう生きる力もうすごいありますよね。お前さんはね、でこれ、もう安藤さんにも私は生きる力をすごく感じますけど、どう言ってもやっていける、生きる力と知識と、もう二人ともそういう意味で言うとね、生きる力ってすごくやっぱり感じるんですけれど、自分にとって生きる力の源ってどういうところだったと思いますか。僕の場合はね、割にはっきりしてて、誰も頼りにならないと。誰も頼りにならない、で、自分で何とかしなきゃいけないというのはもうずっと小さい頃から思ってた。いつ頃からその意識的に思ったの。いつ頃からそれはもうほとんどもう連続的にずっとそう思ってた。だから先生も頼りにしたことないし、もう親もね非常に大事にしてくれたけども、むしろそれをその嫌ってね、自分でそこから避けて自分で何とかしようと思ってたし。安藤さんいかがですか。僕はね、やっぱりあのまあ成績もあんまり良くないし、まあ、成績のいい人には羨ましかったですけども、まあ、もう一つやっぱりその貧しいということもあったりして、
その生きなければならないということもありますから、そういう面では自分のやることについてはその精一杯というのか自分の力の精一杯、やらねばならないと思ってましたね。それがやっぱりまあ何回もこう繰り返しているうちに、まあ全力で物事をやると、まあその時期にあるエネルギー全力でやればいいと、なんとかそれで生きれるだろうと思ってきましたけどね。だから今もってその僕は大学教育を受けてるわけじゃないから、建築についてもその知識についてもまあコンプレックスありますよね。まあ、独学で ね建築家になられたというのは有名な話ですけど、学問してるいうことでしょ。だから独学ほどにもしてないわけですから、だから不安もずっとあるわけですね。だからその不安も今もちょっとぐらい仕事ちょっとあるとまた勉強するというつもりにはなりますね。安藤さんのね、あの勉強の仕方ってね、社会観察なんだよね。社会観察。安藤さんのやり方っていうのはね、サウナ風呂に入ってる時にみんなの顔色が悪いとかね、いつも7時頃だったらもうちょっと混んでんのに急に空いてきたと、景気がおかしいんじゃないかと、会うとすぐにね、サウナ風呂が最近先生空いてますよと、なぜだろうと。で、僕はその時にね、はっと思ってね、それでその90年ぐらいにね、もしかしたら景気が下向くかもしれないというのを調査して、その時に安藤さんがね、うちのような小さな建築事務所に、小さくないんだけどね、うちのような小さな建築事務所に大手の建築事務所が仕事ないかって言ってきたと。この一言でね、僕はね、建築事務所を探してみて、あら本当に仕事がないと。と、建築事務所が仕事がないっていうことは3年後に立つものがないってことでしょ。それで僕はこの不動産危機について分析をして、安藤さんのあの時の直感で言ってたことがね、僕はそこからずっと調査して、それでやってみたら3年後に空室率が十何パーセントになって、そしてこの値段がここまで落っこちるという計算をした有名な文藝春秋に出した論文があるんだけど、その元はね、安藤さんの直感だね。そうですね。で、これはね、安藤さんがね、僕は日本で聞いてる限りはね、最初にそういうことをね、なんでやろと、サウナ風呂が買ってきたと、こういう言い方した。はい、これはやっぱり世の中を観察するのはめちゃくちゃ鋭いっていうか、松下幸之助さんにもそういうセンスあったし、まあ、やっぱりそういうその世の中の風をこう感じる力っていうのはすごいものがあるね。そういう感じる力ってね、今確かに薄くなってきてると思うんですよね、日本人の中に。でやっぱり過保護な子供がですね、育ってくるわけでしょ、そしたらやっぱり そんなにその感覚の優れた子供にはならないでしょうね、過保護ですから。だからね、今経済企画庁とかなんかがね、いや経済成長率は 1.0 ですとか言われると、頭のいい子は 1.0 と思っちゃうわけよ。安藤さんなんかサウナ風呂でもっておかしいんじゃないかと思うわけよ。そうですよね、この違いだよね。勉強したこと、そうじゃない、その感覚の鋭い子の違い。だからもう新聞に何て書いてあろうと、私の直感ではそんなに良くないんじゃないかと、よかったらこうなるはずじゃないかという、これはね、勉強して頭から覚えちゃった人はね、この感覚ないもん、ほぼゼロですよね、そういう感覚は。じゃあね、反対に、例えばそういう感覚の鋭敏な子にしたいと思ったらば、一番最初に気をつけなきゃいけないところってどういうところだと思われます？僕は落第させることだと思う。落第させること、まずやっぱりね、どういう意味ですか、落第？文部省の決めたね、あるいは親の決めたエスカレーターに乗るっていうことはね、拒否しなきゃダメだね。まず例えば2年ぐらい休んで、ね、そのミャンマーに行ってみるとかね、もうとにかくね、日本の今の環境にいたらね、当たり前の子しかできないよ。クッキーカッターでバッカバカバカバカこうやってるの。だからそれと違う子になるってことは、まあ 1,2 年遅れてもいいから、自分で本当に興味のあることやってみるとか、一時は音楽家になるつもりで行ったけど、やっぱりエンジニアになろうと、こういうふうなことはね、素晴らしいことなのよ。そうですね、今言われたようにね、僕ね、やっぱりそのよく大学全て浪人しますよね。浪人して入った子はいいですよ。1年間悩んでるでしょ。そうですか。2年間とか、悩んで入った子っていうのは力ありますね。そうですか。でよく我々の事務所に新しく入ってくるでしょ、全然まあ、っすぐにするとこうストレートの子がいっぱいいるわけですね、だからまあ、っすぐですから、もうすぐ若いわけですね。だけど一回も大切のない人はですね、社会には役立たないね。社会はもうそういう問題ばっかり起こるわけでしょ、それを一つずつ判断していくときには、判断力をね、養うためには一回ぐらい浪人して、で自分なりの判断力をするために、親はですね、子供に自分の責任でやる部分と親が保護する部分っていうのははっきりした方がいいと思うんですよ。で日本の親はもう全部
保護しますけれども、うん、やなしその部分はもう子どもの責任であると、はい、今頃例えばどこの学校でもそうなんですけども、例えば建築現場を見学に行くとするでしょ、はい、そしたらもう大変なんですよ。建築現場に行ってもし現場で事故が起こったらどうするかと。でこれはまあね仕方がないと思うんです。だけど、はい、その行く学校からそこに行くまでの間に交通もし車にはねられたら誰が責任本当にそういうふうに、うん、でもそれはやめて話になってくるんですか。なるんですよ。そこの間の保険はどうするかと。それ自己責任でしょ、はい、現場行くってそれはできない。